こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのあしみです。今週もご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、こんばんは、いつもありがとうございます。かかとあわあわマッサージと足指ワイワイの組み合わせのおかげさまで、かかとがだんだん綺麗になっています。ありがとうございます。それで、顔に時々吹き出物ができるのを改善方法があればお願いいたします。基本のケアをしています。化粧水や化粧品は使わず、マグネシウムの薄めたのと、朝は日焼け止めだけつけます。またよろしくお願いいたします。ということでした。まあ、前半のことは以前の、 動画の感想なので、気になる方はそちらの方をご覧になっていただいたらいいと思うんですけど、後半ですね、顔に時々吹き出物ができるのを改善方法があればということなんですけども、顔の、まあ、顔以外もそうなんですけど、基本的に吹き出物ができる考え方として、その体液循環的な考え方として2つあって、で1つ目は、僕らは本来その体液循環することで深いところから体液がわーっとですね、皮膚側に、要は深いところから浅いところにわーっと流れていって、皮膚側にある毛細リンパ管っていうところで分子量の大きいゴミ、中側からどん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 外側にゴミを出していって、最終側に皮膚のところの毛細リンパ管でそのゴミを回収していくんですけれども、ゴミが回収されず、毛細リンパ管に回収されないと、まあ、皮膚に上がっていったものなので、毛細リンパ管でなくて皮膚の外側にもう出ることによって吹き出物っていうものができるっていう考え方と、あともう一つ、化粧品とか特に洗顔とかメイク落としで説明があるみたいに、外側のところで汚れが取れていなくって、でその汚れが取れてないことによっても毛穴が詰まってしまって、そこの毛穴のところの汚れが酸化してしまって、酸化してるのでだん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 炎症を起こすので、で外側の皮膚側の問題で吹き出物になりますよっていう風に、要は外側の問題か内側の問題かということですね。外側の問題に関しては、まあ、基本的にはその洗顔とかメイク落としであるみたいに外側の汚れをまあきっちり取りましょうっていうことと、あともう一つはフローラですね、細菌層の話になってくるんですけれども、表皮の方の細菌層っていうところも関係していて、その皮膚の状態ですね、その先ほど言った炎症ができやすいとか荒れやすいっていうのは、表皮の細菌層は腸内の細菌、腸内フローラ、腸内の細菌の影響を受けて、腸内の細菌は今度口の中のフローラ、細菌層の影響を受けるので、外側の問題に関しては外側の汚れをきっちり取ることと、あともう一個は表面の細菌層をどうにかするっていうのは実は難しくって、その一番最初の口の中の細菌層をどうにかしましょうっていうのが実は近道になるので、一般的によく言われることなんですけど、歯磨きとか口の中の状態をきれいにしていきましょうねっていうことが、その外側に対するアプローチっていう考え方になります。であとは内側から出ていたものに関しては、これは普段からケアしてるっていうことなので、きっちりできてるんでは、時々なのでできてるんではあるんでしょうけれども、やはりその時の食事の状態だったり体調の状態だったりとか、まあ、ね、外側から入ってきた細菌とかのものによってできる老廃物の量は変わってしまうので、そうするとその普段のケア通りやってたとしても、そのできる老廃物の量っていうのは変わってきますので、老廃物がうまく回収されずに時々出てくるっていうこともあり得るし、外側のこともあり得るので、まあ、外側に関しては先ほど言ったみたいに汚れをきっちり取ることと、口の中、要は歯磨きとかをしっかりしようねっていうことになってくると思います。で、内側のところはもう普通通りの普段のケアをしていただくといいと思います。耳たぶ回し、フェイシャル、ゴライン、スーパーリフトアップっていうんですかね、一つのポイントとしてなんですけれども、自分の中で吹き出物ができるのがちょっと気になるなとか多いなと思うようであれば、その普段のケアで耳たぶ回し、フェイシャル、ゴライン、スーパーリフトアップまでするじゃないですか。これで本当は終わっていいんですけれども、この状態っていうのは顔の中身の状態と皮膚の状態が揃った状態になるので、で揃った状態で表面の顔を撫でることで、より毛細リンパ管の口が開いてゴミを回収しやすい状態になってくるので、スーパーリフトアップまでしてもう一回フェイシャル、ゴラインをもう一回入れていただくっていうだけでも、かなり回収の能力は上がっていくので、吹き出物が気になるようであれば普段のケアに一つ足すだけになるので、スーパーリフトアップの後にフェイシャル、ゴラインを足していただくと、
切れ物というか老廃物を回収する能力が高くなりますので、一回試していただくといいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルゆるふわでは、動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。